絶対に理解できない。私、処分を取り消すように掛け合ってくる。やめた方がいい。運営側が出した結論だ。今さら覆すことはできない。だからってこのままでいいの？せっかくここまで来たのに。このままでいいとは思ってない。僕だって悔しいさ。でも怒りのままに行動しても事態は悪化するだけだ。そうだよね。ごめん。一体どうなるんだこれから。理解できない。私、処分を取り消すように掛け合ってくる。やめた方がいい。運営側が出した結論だ。今さら覆すことはできない。だからってこのままでいいの？せっかくここまで来たのに。このままでいいとは思ってない。僕だって悔しいさ。でも怒りのままに行動しても事態は悪化するだけだ。そうだよね。ごめん。一体どうなるんだこれから。理解できない。私、処分を取り消すように掛け合ってくる。やめた方がいい。運営側が出した結論だ。今さら覆すことはできない。だからってこのままでいいの？せっかくここまで来たのに。このままでいいとは思ってない。僕だって悔しいさ。でも怒りのままに行動しても事態は悪化するだけだ。そうだよね。ごめん。一体どうなるんだこれから。理解できない。私、処分を取り消すように掛け合ってくる。やめた方がいい。運営側が出した結論だ。今さら覆すことはできない。だからってこのままでいいの？せっかくここまで来たのに。このままでいいとは思ってない。僕だって悔しいさ。でも怒りのままに行動しても事態は悪化するだけだ。そうだよね。ごめん。一体どうなるんだこれから。理解できない。私、処分を取り消すように掛け合ってくる。やめた方がいい。運営側が出した結論だ。今さら覆すことはできない。だからってこのままでいいの？せっかくここまで来たのに。このままでいいとは思ってない。僕だって悔しいさ。でも怒りのままに行動しても事態は悪化するだけだ。そうだよね。ごめん。